日本サッカーに新しい歴史を築く戦いが始まります。20歳以下の選手によるワールドカップ世界ユース選手権、日本が初のベスト4進出をかけての準々決勝です。相手はメキシコ、会場はナイジェリアの南西部にありますイバダンリバティ競技場です。今日の解説は加藤義雄さんです。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、20歳以下の選手がですね、はい、日本のサッカーに新しい歴史を切り開くことができるかどうか、本当に意味のある試合になりましたね。そうですね、まあ、この大会ですね、まあ、3大会連続でこのベスト8をこぎつけたわけですよね。ここで本当に歴史的な1ページをね、今日開けるかどうか本当楽しみですね。日本はこれまで2大会連続ベスト8、まあ、ですから準々決勝止まりで終わっています。さあ、そのベスト8のですね、組み合わせをご覧いただくことにしましょう。実はこの前に行われました試合でマリがナイジェリアに勝ちました。マリがベスト4進出を決めています。それからウルグアイとブラジルですけれども、ウルグアイがブラジルに逆転勝ちして、まあ、ですから日本が今日の試合で勝った場合、準決勝ではウルグアイと対戦するということになりました。この現在残っている8チームです。さあ、それではこの試合の前日に日本の3人の選手に話を聞いています。日本の酒井、本山、遠藤の3選手のインタビューをお聞きください。ここまで来たらもう技術っていうのはもう、いきなりバッて上がることはないんで、本当にもう気持ちの面で、強い方が勝ち進んでいくんじゃないかと思います。明日の試合はどんな気持ちで臨みますか？もちろん、勝ちに行きます。今はベスト8で、今が現時点で最高のところにいると思うんで、まあ、あと3つ試合に勝てるように、試合ができるように頑張りたいと思います。勝つために一番大切なことは何でしょうか？チームワークだと思います。結構疲れは来てますけど、その分試合が楽しんで、まあ、気持ちの部分でカバーできてます。すごい楽しんでやってるっていう感じですか？そうですね、ワールドカップだし、相手も素晴らしいチームばっかりなんで楽しんでやってます。何か我々の方がですね、こう力が入ってるんです。選手はリラックスしてるような感じですね。適度の緊張とですね、やはりこの大会自体をこう楽しもうというね、そういう感じが伝わってきますね。さあ、現地からの映像が入ってきました。生中継でナイジェリアからご覧いただくことにしましょう。ナイジェリアと日本の時差は8時間ありますので、現地では午後6時50分を回ったところ、もう間もなく日本時間の午前3時に日本のベスト4進出をかけた戦いが始まります。また後ほど詳しくご紹介しますけれども、日本は今日もスターティングメンバーを全く、加藤さん、これ変えてきませんでしたね。そうですね、まあ、トルシエ監督はですね、やはりこの大会一つ一つ勝ち上がっていくたびにですね、このメンバーに非常に信頼を寄せているという感じがしますね。日本は3大会連続の準々決勝ベスト8、メキシコはこのベスト8に進んだのがこの大会4回目ということになります。ナイジェリアの南西部、熱帯雨林の中の大都市とも言われますイバダンのリバティ競技場です。
本はアジアのチームとしては83年の韓国以来16年ぶりのベスト4進出を目指しています。メキシコは1977年、この大会の前身である世界ユーストーナメントで準優勝を経験しています。全員がメキシコのクラブチームでプレーしているメキシコチームです。日本はあの120分戦ったポルトガル戦から中2日、その間に長い移動も経て今日の試合を迎えています。さあ、それでは日本のそのスターティングメンバーです。ご覧のようにこの大会に入って5試合目、すべて同じメンバーです。ディフェンス手島、辻元、中田、中盤酒井、小笠原、本山、遠藤、宇野、ツートップには高原と永井です。この中では高原がこの大会2点を取っています。宇野と小笠原と遠藤が1得点、リザーブのメンバーでは石川が点を取っています。加藤さん、はい、日本もですね、後半に入りますと、はい、ふんだんに選手をこの大会変えてきてますね。そうですね、さあ、そしてメキシコのスターティングメンバーです。メキシコの方は前の試合から3人選手を入れ替えてきました。その中で10番のホアン・ロドリゲス、それからフォワードの11番のオソルノ、この2人が今大会2点ずつを取っています。加藤さん、はい、注意しなければいけない選手はどんな選手ですか？そうですね、やはりこの10番のホアン・ロドリゲスですね。アルゼンチン戦でも強烈なロングシュートを決めている選手ですけれども、非常にゲームメイクにもいいものがありますね。今日の主審はデンマークのバーセンさんです。まだ33歳、95年に国際出身になったばかりで、これまでは今大会4試合ということになります。アジアのゲームでは3試合吹いています。今日は日本が白いユニフォーム、レッズの小野です。加藤さんはこの小野のですね、はい、今大会の出来というのはどうご覧になってますか？はい、そうですね、コンディション的には非常に厳しいというものがあってですね、後半やや足が止まるようなシーンも見受けられますが、ただやはり効果的なパス、それは非常に健在ですよね。前の試合ではですね、いきなり中盤の前の位置から、はい、左の、ウイングバック、ね、アウトサイドと言われる位置にポジションを変えましたよね。そうですね、ここら辺もトルシエ監督は両そのサイドでですね、しっかりステーションを作る、ボールをしっかりキープできる選手をそこのポジションに配置するというのも一つ のトルシエ監督の特徴でもありますね。実は今日メキシコの方はこれまで2得点を挙げているセンターバック、キャプテンのマルケスが出場停止ですから、先ほどスキンヘッドの3番のマスコロが今日はキャプテンマークをつけています。メキシコのキックオフで試合が始まります。3大会連続準々決勝に進んでいる日本、
さあ初のベスト4をかけてのゲームが始まりました。グリーンのユニフォームがメキシコ、白日本です。本山、そして小野。本山が倒されて日本ボールのフリーキックです。メンバーも変わっていませんし、これまで見たところ加藤さん、はい、システムも日本は同じようですね。そうですね。中央に手島、パープルサンガの手島、もう一度この本山、高原に当てて小野。小野にはかなり激しいプレッシャーがつきます。酒井です。ジェフの酒井は右のアウトサイド。遠藤です。そして中田、高原が簡単にさばいて本山、そして高原へ。この高原にも必要にマークがつきます。3番のマスコロのマーク、高原には2人がかり。よく高原が前線でキープはしましたけれども、メキシコの方もあの前のアルゼンチン戦などを見ますと、非常にあの前半はディフェンシブに行くんですよね。そうですね。あの 3-5-2 というスタイルとですね、4-4-2というスタイルを使い分けてですね、前半の戦い方と後半の戦い方で変化をつけてきますよね。この人がキャプテンマークをつけた3番のマスコロ、上げてきます。酒井です。ジェフの酒井、酒井がうんっと、この辺りも厳しいメキシコのマークがあります。小笠原、小笠原キープ、入れて、日本のコーナーキックです。初めての日本のコーナーキックになります。前半の立ち上がり、近いサイド、高さではメキシコにやや分があります。メキシコのカウンター、11番のオソルノから中に放り込んでくる。前のアルゼンチン戦でもメキシコはこうしてカウンターからの攻撃というのが非常に前半は多かったですね。はい、そうですね、まあ、非常にドリブル力が、ね、ある選手が非常に多いですね。右が酒井です。この辺りも非常にメキシコのディフェンスが読んでいます。11番の2得点のオソルノ、戻して5番のモラレスは左利き、18番のストッパーのレイノッソ、ディフェンスラインが日本上がっています。前の試合で大活躍した南は2年前の前回の世界ユースにも出場しています。まあ、本当にあの前のポルトガル戦では大当たりと言いますか。そうですね、本当にあの最後まで集中して、そして冷静に試合を運べましたね。こちらがメキシコのデルムーロ監督です。小笠原が抜けてくる、酒井がいる、放り込んできた、ヘディングシュート、日本先制、日本先制。本山君ですかね。4分、本山のヘディングシュートで日本先制。日本ベスト4へまず前半の立ち上がり1点を取りました。いや、酒井からまあ正確なクロスが入って、そうですね、非常にファーサイドにゴールキーパーをこ うまくですね、釘付けにするようなボールですよね。左右のですからアウトサイドによる得点と、はい、まあ、酒井君がね、あそこまで行った時に本山君がここまで入ってくれるという、まあ、この辺が強みですね。簡単に放り込んできましたが、左のアウトサイドにポジションを取っている本山がヘディングで叩き込んで日本先制です。前半の4分、加藤さん、はい、この前半の4分の日本の得点というのはどうでしょう。そうですね、ぜひあのこの流れでですね、なんとかあの15分ぐらいまでの間にもう1点追加点が欲しいですね。日本はこの南がゴールキーパー、ディフェンスは右に辻元、左
中に手島、左に中田、右のアウトサイドに酒井、左には先制点を挙げた本山、守備的な位置に遠藤、前に小野と小笠原、ツートップ永井と高原です。メキシコは左のアウトサイドの5番のモラーレス、ストッパーのレイノッソから、ゴールキーパーはクリスチャン・マルティネス、右のメンデス。まあ、もちろんメキシコもこの立ち上がりの先制ですからね、はい、まだこれではですね、はい、試合の行方は分からないと思いますけれども、まあ、アルゼンチン戦でもですね、やはりメキシコ先制されてますからね。この試合が始まる30分前までの気象状況は気温が33度、かなりそれからこの南部はですね、ナイジェリアは湿度が高いそうですね、はい、ロシエ監督、プッシュアップ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 って言ってました、はい、まあ、バックパスをした時にディフェンスラインをいかにこう押し上げられるかということですね。1点取ったからといってディフェンシブにならずにラインを押し上げて、まあ、コンパクトに攻めようそうですねということでしょうね、はい。高原に当てて小笠原、ここに裏を狙ってきます。長井を走らせます。小野から長井、レッズもでもプレーしていたこの2人、まだフォワードでずっと登録されながら長井には得点がありません。先制点の本山、10番アントラーズの本山です。小笠原、8番がビクトリーノ、今大会出場がスタメンでは2試合目ということになります。まあ、盛んにこのゴールキーパーの南を映すということは、まあ、ナイジェリアのテレビ局もですね、この南の活躍というのはよく分かっているんですね。かなりこうやって見てもメキシコの選手が引いて守っているのが分かります。日本の左のディフェンスの中田、アントラーズの中田です。同じアントラーズの本山、先制点、かなり深い位置ではありますけれども、メキシコの選手が2人がかりで、まあ、選手をボールを取りに行っているということがよく分かります。はい、非常にメキシコもですね、ショートパスあるいはドリブルというものをこう使いながら組み立ててくるチームですから、まあ、そういう意味では日本のあのプレッシングというのが非常に機能しやすいチームでもあると思いますね。オフサイドです。まあ、1点を取ったからといって日本はディフェンスラインを下げずに、はい、今のように勇敢にこうオフサイドを取っていくと。そうですね、まあ、あの前回のですね、あのポルトガル戦も非常に日本はあの前半からオフサイドトラップを積極的に仕掛けていきましたよね。はい、日本にとってはですからオフサイドがこの3バックでどれだけ取れるかというのがディフェンスラインをちゃんと押し上げているかどうかのバロメーターになると思います。日本ボールのスローインです。今日の副審はルーマニアとイランの副審です。中田からジュビロの高原、アントラーズの小笠原、8番のこの小笠原、ドリブル突破が得意です。シュートを打ってきた。小笠原のシュート。小笠原はこの大会アメリカ戦で1得点を挙げています。日本のこれはコーナーキックになります。近いサイドに今181センチの高原が入ってきます。蹴るのは小笠原です。近いサイドヘディング、ボレーシュート入ってきた。ここはマルティネスに抑えられました。日本ディフェンスの中田がここまで上がっています。まあ、セットプレーの中で流れの中で182センチの中田が上がっていました。加藤さん、それから日本はですね、はい、まあ、2週間でこれ5試合目になりますし、はい、120分 PK 戦まで戦って中2日、
しかもですね、一昨日は10時間かけて移動があった、はい、まあ、この辺りでかなり体力的にも消耗していると思うんですよね。そうですね、まあ、そういう意味では本当にこの試合もですね、後半戦が非常に日本にとっても大きな一つの山が来ると思うんですけどもね。かなり湿度が高いという中で、日本はかなりこのペース配分も考えながらプレーしていると思うんです、ね。はい、そうですね、まあ、ただしっかりキープしてボールを動かすという今までの日本サッカー その戦術というのは大きく変える必要はないと思いますね。やはりボールを支配して動かすことによって相手が体力消耗するということはあると思いますからね。おっと、ちょっとヒヤッとする場面でした。酒井がディフェンスに入っています。そして小笠原、右のアウトサイドの小笠原、酒井です。古野から1人、オフサイドです。ただメキシコとしては、はい、やはり日本のですね、浅いディフェンスラインの裏を狙ってくると、はい、そうですね。今も左サイドのですね、モラーレスが2列目から3列目から飛び出していくというね、そういう形でなんとかそのディフェンスラインの押し上げの裏を取ろうとしましたよね。ということは日本もですね、そのパスの出しどころにしっかりとプレッシャーをかけていないとですね、はい、正確なローボールが入ってきた時にピンチになってますね。そうですね、そういうことが言えますね。高原、小笠原、その小笠原のファウルになります。鹿島アントラーズの小笠原です。この大会は1得点を挙げています。前半は12分を回っています。日本が1点を先制しています。初のベスト4、準決勝を目指す日本。今度は永井から、その永井、小野、遠藤、本山から永井です。酒井、小笠原です。日本ボールのスローインです。非常にこの小笠原の右サイドからの今日の攻撃は目立ちます。そして先制点のクロスボールを上げた酒井、永井、辻本がディフェンスに上がっています。左のウィングバックのモラーレス、小笠原、手を使って倒してしまいました。日本ボールです。呼ばれます。モラーレスが呼ばれますが、ここはどうも注意だけのようです。はい、これ繰り返しますと警告の対象になってきます。左のウィングバックのモラーレス、こうやって見てますとメキシコの方は今日は3バック、ディフェンスは加藤さん3人ですね。そうですね、まあ、まだちょっとはっきり見てみないと分からないんですが、非常にこのその辺のところの2トップマークに対してですね、非常に気を使っているのは事実ですね。さあ本山、本山は中に来ます。このドリブル、今日先制点のアントラーズの本山、そしてパープルサンガの遠藤、まあ、稲本が右膝を故障でまだ 100% の状態ではありませんけれども、まあ、その代役として遠藤が非常によくやってますよね。そうですね、非常にショートパスをうまく使いながらですね、まあ、ゲームをうまくですね組み立てていく、そういう役割をしてますね。倒れているのはメキシコのキャプテンの3番のマスコロ、まあ、今日メキシコはセンターバックでキャプテンのマルケスが出場停止ということで、このマスコロがキャプテンマークをつけています。その倒れたプレーですが、これはその前のプレーですね。その前ですね、はい、まあ、メキシコにとってみますと今日はマルケスがいないというのは非常に大きいと思うんですが、
いやストッキングが破けてますよ、はい。まあ、今日はですねこの3番のマスコロがですね高原君をややこう意識するような、うん、まあ、そういうポジションを取ってますね。マスコロが戻ってきます。前半は15分を待っています。日本が本山のゴールで1点を先制しています。8番のビクトリーノ、メキシコボールのスローインです。2番は右のウィングバックのメンです。日本がよくボールを取っています。小野から酒井が走ってます。高原が中に行っています。遠いサイドへ長井がいますが、その長井までボールは届きませんでした。本山、アントラーズの本山のサポートがあります。ディフェンスに当たっているようにも見えますが、どうやらゴールキックのようです。今日先制点の本山、本山は本来は左のアウトサイドの選手でありませんけれども、はい、この大会に入っては左のアウトサイド専門になっています。まあ、本当はもっと真ん中の方でプレーする、そうですね、一つ前でプレーすると非常に彼の能力というのは発揮されますよね。まあ、ただこの大会は本当にこの、システムであのポジションが非常に本山君があのしっかりとしたボールキープができるので、日本の速いパスワークにも非常によく貢献してますよね。はい、ただサイドをえぐるタイプのプレーヤーじゃありませんので、はい、左のサイドを広く使ったという攻撃はあまり見られないんですよね。そうですね。その本山、本山のパスにちょっと小笠原君ですかね、ポジションチェンジしていって出ましたよね。はい、まあ、小笠原君もこの5試合ですね、今日含めて非常にいい働きというんですかね、運動量豊富にスペースを作る役割、そういうことをしてますよね。おっと、フラターしました日本、メキシコボールのフリーキックになります。日本のファウルです。まだメキシコはここまでシュートがありません。日本はですからメキシコに決定的なチャンスはまだ与えていません。コーナーキック、いやフリーキックだと思いますね。おそらく掴み倒すような形になったと思いますね。ここはちょっと集中しなければいけませんね。長身の選手がこのゴール前にメキシコは上がってくると思います。蹴るのは注意しなければいけないと言っていた10番のホアン・ロドリゲス。メキシコのフリーキックになります。ゴール前、ヘディングが入ってくる。スローインはメキシコボールです。メキシコのファウルです。日本ボールです。7番の酒井、一旦戻します。まもなく前半の20分になります。ディフェンスラインが上がっています。日本高く日本を押し上げてますね。そうですね、まあ、それでオフサイドが取れなかったら次の修正を早くすることですね。宇宙シャンクのシュートだ。ムダミがここはよく抑えました。今ちょっとぽっかり空いてしまいましたね。はいはい、初めてこの試合メキシコにシュートを打たれました日本。フリーの選手を作ってしまいましたね。そうですね、外から上がってきた選手が引っ張られてですね、10番のホアン・ロドリゲスがフリーになりましたね。
坂井が戻します。ライン裏狙ってきます。オフサイドです。まあ、どうしてもかなり前日本がですね、はい、ディフェンスラインを前の方、はい、高い位置に置いてますんで、その裏をメキシコは狙おうとしますが、そうですね、まあ、それと、はい、やはりあの日本がですね、やはりパスワーク中心で来るということで、中盤に網を張ってですね、それを奪ってディフェンスラインの背後のスペースを突こうという、そういう狙いも少しずつ見えてきましたね。7番はトップのナバ、かなりプレッシャーをかける位置がメキシコは前の方になってきました。まあ、そういう意味では本当にあのこのメキシコというチームはこの大会に入ってから一戦一戦やはり日本と同じように力をつけてきたということが言えますよね。小笠原、酒井です。遠藤です。ここに本山、本山が中に行って放り込んできた。狙いはそうですね、クロスだと思うんですけども、はい、いいと思いますよね。で、高原君がそれに対して反応してましたからね。今のプレーです。左のモラーレス、先ほどからこのメキシコとしては左サイドからの攻撃が多くなっています。また中放り込んでくる。放り込まれても日本はディフェンスラインをちゃんとこう下げないと、はい、キープしておくというのは確かに大きなやり方だと思いますが、取ってカウンター、抜けてくる。ああいいですね。取ってくる。後ろから小笠原、小笠原シュート、あー止まれた。高原、あー高原が詰めることができませんでした。またシュート打ってきた。ベンチからシュートを狙ってきたのは、はい、今誰ですかね。辻本君かもしれないですね。ディフェンスからですよね、はい、ただね、非常にやはり前がかりになってですね、積極的にこうプレーが変わっているという一連の流れが見られましたんでね、まあ、この小笠原君のシュートも惜しかったですね。ちょっと高原追いつけませんでしたけど、はい、浅野も流しています。そしてロドリゲス、ロドリゲスのシュート見ています。今のはオフサイドですね。やはり10番のホアン・ロドリゲスというのが非常にポジショニングを取るのがうまいので、非常にあの辺のゴール前の本来はスペースと時間のないところでぽっかりこう空いてきますよね。アイポジション取りがうまい選手ですね。あと10番のホアン・ロドリゲスは左右両足でシュートすることができる選手なんですね、はい、ボールを蹴れますね。で、11番のオソルノがですね、まあ、7番のナバとツートップ組んでるわけですが、左に開いてスペースを作ってるんですね、ゴール前に。小笠原です。放り込んできた。フリーがいる。シュート打った。ヘディングシュート決まった。2点目。いやー入りましたね。日本2点目。小野くんですね。小野もヘディングシュート。さあ日本3大会連続の準々決勝、初のベスト4に2点目。前半の24分です。いやーもう今のクロスもですね、もう本当に正確でしたね。見事に逆サイドを取りましたよね。日本はですからこれ先ほどの1点目と同じように右サイドから逆サイドへ入ってヘディングシュート、はい、そうですね。出した選手もそして決めた選手も違いますけれども、右から左への流れで日本は2点を先制しています。日本が2対0。しかしこの前半の早い段階で日本が2点を取りました、はい、
メキシコとしてはですね、はい、前半もう守ってるだけではダメなんですね。そうですね、まあ、そういう意味ではね、あの控えに13番のルイス・ゴンサレス、そして14番のエドワルド・ロドリゲスというのがいるんですが、この2人が非常に早いタイミングでこれ出てくる可能性ありますね。あと今中田が倒されましたけれども、当然メキシコとしてはですね、はい、ボールへ寄せてくる、はい、そして体もですね、当然寄せてきますので、そうですね、プレーも激しくなってくるかもしれない。まあ、冷静に戦っていきたいですね。小笠原、この2点目は小野、今大会2得点目になります。当てて、また小野、サーラのボールは途中でカットされています。しかしここは日本が取る。8番のビクトリーノ、メキシコボールのスローインです。やはりメキシコの方がかなり前がかり前がかりで来るようになってきました。オフサイド、まあ、気持ちの面でも当然メキシコは焦りもあるでしょうし、はい、前がかりで来る。そうですね、日本としてはオフサイドは取りやすくなってきますけれども、ただどん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 前線にこれを放り込んでくるかもしれないですね。そうですね、まあ、メキシコは本当にアルゼンチンもそうだったんですが、非常に試合運びが巧みなチームなんですよね。まあ、そういう意味ではね、前半のうちに2点リードできたというのは日本にとっては非常に佐々木いいんですけれども、まあ、この前半をですね、少なくともゼロで終えるということが大事ですね。ロドリゲス出してシュートが乗ってきた。南がよく反応しました。はい、ここは日本にとってはちょっと耐える時間になってますね。はい、そして非常にメキシコはシュート力がありますので、はい、まあ、正確に枠を捉えるシュートが飛んできますからね。そうですね、そしてコーナーキックになります。コーナーキックもここ要注意ですね。ここしっかり人をケアした方がいいですね。南出る、こぼれている、シュートは行った。日本ちょっとひやっとする、はい、この辺の意識が一つポイントだと思うんですね。先ほど一つセットプレー、コーナーサイドに近いところからのセットプレー、フリーキックありましたけれども、はい、コーナーキックの時にちょっとどうしてもですね、ゾーン的にこのチームはやってるんですよ。でそういうことによって人を少しぼかすといいますか、ルーズマークする傾向があるんですよね。酒井です。マルガリート・ゴンサレス、6番がトラード、5番のモラーレス、またトラードから、あっとトラードのボールをカットしました日本。あ、しかしまた横パスがこうやってミスになる。ビクトリーノ、そしてロングボール放り込んでくる。これがつながる、モラーレス、あー、よく戻りましたね、酒井君ね。どうしても日本の場合には3バック3人のディフェンダーがゴール前中央を固めるという形になりますので、両サイドにはスペースができるケースもあります。今遠藤君も非常に守備の意識ありましたし、やはりこういう相手のリズム、相手の流れの時間帯の時にですね、しっかりこう耐え忍ぶというか、ここを切り抜けるということが非常に重要ですよね。日本が2対0とリードしています。プレッシャーをかけてきます。やはりメキシコが何とか1点をこう取り返そうと来てますんでね、逆に日本もカウンターを狙うにはこうチャンスとなると思います ね、はい、あ、これはいい位置ですね。日本ボールをフリーキックになります。
まあ、メキシコも当然早くボールを取りたいという、ね、思いがありますから、これ当然日本に対するファウルも多くなってきます、はい。まあ、ですからこうしたフリーキック、コーナーキックなどのセットプレーは日本にとって大きなチャンスになってきます。小野、ちょっと永井君とタイミングが合わなかったですね、ご覧のように日本は本山と小野のゴールで2点を先制しています。高原が前線からプレスをかけていきます。酒井、辻本、キャプテンのマスコロ、2番のメンですから、10番のロドリゲス、中田が応対しています。11番が恐れの2得点、後ろから上がってきてシュートを打ってきた。いや、しかしメキシコもこれかなり遠い位置からでもシュートを狙ってきますね。そうですね、はい、コーナーキックになります。メキシコのコーナーは2本目になります。先ほどね、一度やっぱりちょっとルーズマークにして、はいはい、そしてセカンドボールのところがちょっと遅れましたよね。もう蹴ってます、放り込んできた。あ、いいですね、これはこぼれている、恐るのからふっと出ている、南、南が出ています、本当に来てヘディングが効き、もう一回シュートがあった。あっと、あ、味方に当たりましたね、いや、日本ピンチでした。しかしそのメキシコのボールが当たった選手がゴール前で倒れています。強烈なシュートでしたね。フォワードのナバですね、はい、7番のナバ、ナバは右サイドに開いて、まあ、スペースにボールを欲しがるようなタイプのフォワードですが、ちょうどそのフォワードのナバが待っているところにあの強烈なシュートが当たってしまったということになります、はい。まあ、でもやはり今のようなね、コーナーキックからクロス跳ね返したボールに対してやっぱりしっかりプレッシャーをかけていくという、そこをしないとあの今のような形でシュートを打たれてしまいますよね。あと今もそうでしたけれども、あのディフェンスのマークをですね、はい、指示しているときにもうすでにコーナーキックを、ね、ショートが蹴っているという場面が今ありましたし、はい、あれも気をつけなければいけないところですね。そうですね、はい。日本の、あ、これは先ほどの場面です、南が出て、そしてこのこぼれたところをシュートが入ってきます。11番のオソルノのシュート、強烈なシュートでしたね。オソルノは今大会2得点を挙げているストライカー、同じフォワードのナバに当たってしまって、ナバが今ピッチの外に出されます。まあ、日本の山本雅邦コーチは普通にやれば日本は勝てるんだ、まあ、みんなで新しい歴史を作ろうと行って、まあ、この試合を戦っています。まあ、ただメキシコについては非常に組織されて個人の技術も高いいいチームだと思う、まあ、あれだけボールがうまく回れば選手にあまり疲労感はないだろうし、コンディションがいいはずだというふうにメキシコを分析していましたけれども、メキシコの場合は考えてみますと、すでにこのイバダンに滞在18日目、まあ、ですから周りのナイジェリア人のお客さんもこのメキシコには非常に好感触を持っているということですね、はい。おそらくナバはまだ加藤さんいませんね、戻ってるような感じないですね、遠藤から、ですからメキシコは今一人少ない状態です。まもなく前半の35分になります。日本が2対0とリードを奪っています。あ、今入ってますね。あ、今戻ってますか、はい。あ、これはクロスが、まあ、ミスキックになってしまいました。メキシコはここまでポジションを見ている限りでは3バック、リベロに18番のレイノッソ、
ストッパーに17番のゴンサレスと3番のマスコロ、左のアウトサイドに5番のモラーレス、右には2番のメンデス。守備的な位置、中盤の後ろに6番のトラードと8番のビクトリーノ、10番のロドリゲスが前にいて、そして11番のオソルノと7番のナバの2トップという形になっています。長井から本山、本山はこのドリブル、ドリブル打って倒された。これはダイビングを取りましたかね。そうですね、はい。本山がですからわざと倒れたということで本山にファール。しかし本山は左のアウトサイドにポジションを取っていますが、今ご覧いただいたように縦に切れ込んでいくんではなくて中にドリブルで入ってくる、はい、そうですね、でも今のアームはスパイクされてますよ ね。本山はまだ今画面の右の上ピッチの外に出ています。日本はですから左サイドのディフェンスがちょっと不安になります。その左サイドにはディフェンスが今のところまだいません。右のメンデスは中に入ってきます。あっとここから奪ってきた。加藤さん、はい、メキシコはつないだりですね、はい、パスを出さずにあの位置からでもこれ、そうですね、やはりシュートレンジが広いですよね。ですからこういうところからもうどんどん狙ってきますよね。ああしたミドルシュートというのはですね、ディフェンスラインがこう引いてしまって、そのディフェンスラインを上げるためにあのミドルシュートを狙うということはあるんですけど、はい、日本のディフェンスラインはそれほど引いていませんし、逆に前の方高い位置でディフェンスをしています。中田のディフェンス、酒井から前に高原、この辺りはプレッシャーかかってきます。しかし落ち着いて日本、藤本、辻本、2番は右のアウトサイドのメンです。おっとオフサイド、フォワードのナバがオフサイドです。このナバは俊足、右のサイドに出てきてスペースにボールを欲しがってプレーする選手です。あ、前半のこの時間帯でメキシコ選手交代、8番のビクトリーノに代わって先ほどから加藤さんがおっしゃっていたルイス・ゴンサレスを使ってきます。おそらく同じビクトリーノと守備的なミッドフィルダーの右の位置に入ってくると思いますが、ビクトリーノに比べますとおそらく加藤さん攻撃的な選手と見ていますね。そうですね、それとですね、やはりあのクロスが非常に正確で、右足でも左足でもいいクロスを上げられる、外からの攻撃要注意ですね。このチーム唯一の18歳のプレイヤーです。あの前のアルゼンチン戦も後半から出てきて自らもゴールを決めて、そして2得点をアシストしている選手なんですね、はい。ですからおそらくこのゲームもですね、後半戦が勝負ということでメキシコはあのゲームプランを立てていると思うんですよね、はい。ただそれが日本が2点を先制したということでちょっと狂ってきたということになるでしょう、はい。ですからもう前半のうちに修正入りましたね。本山いいディフェンスからボールを持っていきますけれども、ここは途中で潰されています。アドバンテージを見てから、あとメキシコ、これはイエローカード、エンドですね、エンドですね、エンドにイエローカードです。決勝トーナメントに入ってからはこの遠藤は初めてのイエローカードになります。これからはもちろん勝ち進んでいきますと、このイエローカード警告も非常に累積しますと2枚で次の試合出られなくなりますので、ただこういう試合運びがメキシコの非常に得意とするところなんですね。徐々にドリブルでファウルをもらいながら前へ出ていくという、メキシコボールのフリーキックになります。からですと直接狙える位置ではありますが、メキシコシュートを狙ってきた、ミラが抑えた。しかしミラもちゃんと枠に来てますよ ね。 そうですね。おそらく10番のホアン・ロドリゲスだったと思うんですが、左足で直接狙ってきました。
キシコは前半早くも選手を交代しています。ラインの裏を狙ってきます。南が出ています。まもなく前半は40分になります。日本が2点をリードしています。先制は本山、2点目は小野、いずれもヘディングシュートです。この残り5分というのは前半非常に日本としては大事な5分間になってきますね。そうですね、はい、ここでもしも1点返されるようなことがありますと、後半のその流れがですね、メキシコにこう流れていくと、そうですね、考えられますし、はい、特にあの精神面でも非常にメキシコが有利ということになってきますよね。高原が前線からプレスをかけてきます。酒井です。ジェフの酒井、前に長井、レッズから現在はドイツのカールスルーエというチームに期限付きで移籍しています長井です。小笠原、遠藤、そして本山、本山が今度はパスを出してから前に行きます。小野、中田、高原、よく日本がボールをつないでいます。酒井、酒井、まあ、こうした時も無理はしないで日本は組み立て直してきます。小野、小野に2人でプレス、小野が倒れています。遠藤から、そして高原、高原がガラッとこの切り返しが読まれてしまいました。前半は残り3分を切っています。本山戻っています。小野、遠藤ナイジェリアの人ですね、あっとこれパスミスになってしまった。恐れの切り返してシュート打ってきた、まあ、こういうところは、ね、はい、要注意ですね。それとちょっと気になるのはですね、日本はあのかなり前線からボールをこう取りに行くようなあのシーンが見られるんですが、この時間帯やっぱりある程度その守備ゾーンというものをしっかりあの意識した方がいいですね。どこに引くのかということ、それはもう少し後ろの方でもいいということですか。はい、センターサークル の, あの前の方、このぐらいでいいと思うんですよね。あんまり前から取りに行きますと後ろに今度負担がかかりますからね。酒井が引いています。高原、まあ、日本はこれも残り時間も考えてやや引き気味にしてもですね、守備を厚くして、はい、そしてまあ狙いとしてはカウンターの方ですね。逆にメキシコはこの残り時間なんとか前半に1点を返したいところ、まあ、今の小笠原君非常にいいチェックですね。そしてフリーの遠藤です。出して高原がいますが、まあ、ここでキープしている分にはね、はい、あっと後ろから行きました。5番のモラーレスが後ろから行ってこれはファール、日本ボールのフリーキックになりますが、今高原がこれ外に出ますが、まあ、今のはここからですから、多分5番のモラレス、ね、イエローカード出ると思うんですけどね、はい、今イエローカードが出ましたね。5番のモラレスにイエローカードになります。この決勝トーナメントに入ってからイエローカードはまた累積が新たに変わります。モラレスはこの決勝トーナメントでは初めてのイエローカードになります。日本ボールのフリーキックになります。高原はピッチの外に出ています。まあ、おそらくこれ間もなくもう戻ってくると思います。小笠原、遠藤です。
手島、本山、小野から酒井、前にも走り出しています。そこにはボールは届きませんでした。日本が2点をリードしてロスタイムに入っています。まあ、日本としてはもう残り時間ロスタイムしかありませんので、はい、これはあまり攻め急ぎもしないように守りを固めてこの3分間をうまく使いたいところです。ジェフの酒井、今日は先制点をアシストしています。あっと、これは相手のメキシコのパスになった。6番のトラード、マルガリート・ゴンサレス、キャプテンのマスコロ、これからよく切り抜けましたね。本山が放り込んで長い、右の面ですからまたラインの裏を狙ってくる。南出ている、まだロスタイムを取っています。メキシコボールになります。今日の主審はデンマークのラーセンさんです。狙ってきましたね。ですからああやって中盤でハーフライン付近でボールを動かしながらも常に相手のゴール、ゴールキーパーの状況というのをしっかり見てるということがありますよね。はいはい、前回の世界ユースのメンバーでもある南はもう一つ勝たないと意味がないというふうにこの試合を表現しました。セカンドボール OK、 つまりはこぼれたところのボールをちゃんと拾うようにという指示が日本ベンチから出ています。バックパスになります。長い、その長いのファールになります。メキシコボールのフリーキックです。日本は集中が必要な時間帯になります。前半はロスタイム、日本が2点をリードしています。ヘディング、ここで前半終了です。日本とメキシコの準々決勝、日本が2点を前半にリードしてハーフタイムに入ります。前半4分に本山のシュート、そして24分にはこの小野のシュートで日本が2対0とリードしています。20歳以下の選手によるワールドカップ世界ユース選手権、日本が初めてのベスト4進出をかけての準々決勝、日本がメキシコに2点をリードしています。先制点の本山、ナイジェリアの南西部イバダンのリバティ競技場です。加藤さん、はい、まあ、日本がですね前半に2点を取った、はい、まあ、2点をリードしたということで、まあ、これはですね日本にとっては非常にいいことなんですけれども、はい、これ後半の戦い方、はい、かなりですねメキシコの方もこれ後半はどん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 攻めに来ると思うんですよね。そうですね、まあ、あの流れとしてはですねメキシコとしてもやはり決勝トーナメントの初戦と同じようにですね、はい、アルゼンチンにこう先行されながら後半、一気にメンバーを交代してきて、そしてあの同点そして逆転へとこう行くわけですよね。まあ、そういった試合運びということを考えますとメキシコも非常にいいものがありますから、そういう意味では日本はやはり後半が本当の意味でのこの試合の山というものを迎えると思います。
ですね。前半はですね、それほどのディフェンスラインを下げることもなく、はい、ちゃんとですね前に押し上げて日本のサッカーができたと思うんですけれども、この2点を守ろうという気になった時ですね、はい、非常に日本としてはピンチになってくると。そうですね、はい、ですから今、までと同じようにですね、やはり日本の特徴であるペースである、そういうものをしっかりこう掴みながら、はい、そしてゲームの中で相手のリズムになる時もありますけれど、そのリズムをうまくこうかわしていく、しのぎるということが非常にポイントだと思いますね。さあ、それではその日本が2点をリードしました前半のハイライトをご覧いただきましょう。本当にあの前のポルトガル戦では大当たりと言いますか。そうですね、本当にあの最後まで集中して、そして冷静に試合を運べましたね。こちらがメキシコのデルムーロ監督です。小笠原が抜けてくる、酒井がいる、放り込んできた、ヘディングシュート入った、日本先制。元山君ですかね。4分、元山のヘディングシュートで日本先制。日本ベスト4へ、まず前半の立ち上がり1点を取りました。アウトサイドによる得点と、はい、まあ、酒井君がね、あそこまで行った時に元山君がここまで入ってくれるという、まあ、この辺が強みですね。簡単に放り込んできましたが、中田からジュニアの高原、アントラーズの小笠原、8番のこの小笠原、ドリブル突破が得意です。シュートを打ってきた、小笠原のシュート。小笠原はこの大会アメリカ戦で1得点を挙げています。日本のこれはコーナーキックになります。近いサイドに今181センチの高原が入ってきます。蹴るのは小笠原です。近いサイド、ヘディング、ボレーシュート入ってきた。ここはマルティネスに抑えられました日本。ディフェンスの中田がここまで上がっています。メキシコボールのスローインです。2番は右のウィングバックのメンです。日本がよくボールを取っています。小野から酒井が走ってます。高原が中に行っています。遠いサイドへ長井がいますが、その長井までボールは届きませんでした。本山、アントラーズで本山のサポートがあります。ディフェンスに当たっているようにも見えますが、どうやらゴールキックのようです。まもなく前半の20分になります。ディフェンスラインが上がっています日本。高く日本を押し上げてますね。そうですね、まあ、それでオフサイドが取れなかったら次の修正を早くすることですね、宇宙シャークのチームだ。ミナミがここはよく抑えました。今ちょっとぽっかり空いてしまいましたね、はいはい、エンドです。このここに本山、本山が中に行って放り込んできた。狙いはこれしっかり、そうですね、あのいや、あのクロスだと思うんですけども、はい、あのいいと思いますよね。で高原君がそれに対して反応してましたからね。今のプレーです。放り込まれても日本はディフェンスラインをちゃんとこう下げないキープしていくというのは確かに、ね、いい気合いのことだと思いますので、はい、取ってカウンター、抜けてくる、あいいですね、取ってくる、後ろから小笠原、小笠原のシュート、あーこぼれて高原、あ高原が奪うことができませんでした。またシュート打ってきた。ベンチからシュートを狙ってきたのは、はい、今誰ですかね、辻本君かもしれないですね。ディフェンス、あとあの10番のフワン・ロドリゲスが左右両足でシュートを狙うことができる選手なんですね、はい、ボール蹴れますね。であの11番のオソルノがですね、まあ、7番のナバとツートップ組んでるわけですが、左に開いてあのスペースを作ってるんですね、ゴール前に。小笠原です。
飛び込んできた、振りがいる、シュート打った、ヘディングシュート決まった、2点目。いやー入りましたね、日本2点目。小野くんですね、小野のヘディングシュート。さあ日本3大会連続の準々決勝、初のベスト4に2点目。前半の26分です。いやもう今のあのクロスもですね、もう本当に正確でしたね。見事に逆サイドを取りましたよね。日本はですからこれ先ほどの1点目と同じように右サイドから逆サイドへ入ってヘディングシュート、はい、そうですね。ロドリゲス押してシュート打ってきた、南、ああ南がよく反応しました、はい、ここはあの日本にとってはちょっと耐える時間になってますね、はい。そして非常にメキシコはシュート力がありますんで、はい、正確に枠を捉えるシュートが飛んできますからね。そうですね。そしてコーナーキックになります。コーナーキックもここ要注意ですね、こうしっかり人をケアした方がいいですね。南出る、こぼれている、シュートが行った。日本ちょっとヒヤッとする、はい、この辺の意識が一つポイントだと思うんですね。先ほどね一度やっぱりちょっとルーズマークにして、はいはい、そしてセカンドボールのところがちょっと遅れましたよね。もう蹴ってます、放り込んできた、あいいですねこれは。こぼれている、恐るのからポイント出ている、南、南が出ています、放り込んできてヘディングアップに、もう一回シュートがあった、あっと、あ味方に当たりましたね、いや日本ピンチでした。しかしそのメキシコのボールが当たった選手がゴール前で倒れています。強烈なシュートでしたね、フォワードの生ですね、はい。日本はですから左サイドのディフェンスがちょっと不安になります。その左サイドにはディフェンスが今のところまだいません。右のメンデスは中に入ってきます。あっとここから奪ってきた、あ加藤さん、はい、メキシコはつないだりですね、はい、パスを出さずにあの位置からでもこれ、そうですね、やはりシュートレンジが広いですよね。ですからこういうところからもうどんどん狙ってきますよね。あの位置からですと直接狙える位置ではありますが、メキシコシュートを狙ってきた、南が抑えた。しかし南もちゃんと枠に来てますよね。そうですね、おそらく10番のホアン・ロドリゲスだったと思うんですが、左足で直接狙ってきました、前半のハイライトシーンをご覧いただきましたけれども、解説は加藤義雄さんです。加藤さん、はい、やはりですね、前半日本が2点を取ってから以降というものはメキシコの方のシュートチャンスが非常に多かったですね。そうですね、まあ、やはりメキシコもですね、これはたまらんという感じで、前へ非常に出てきましたよね、それでやはり本来の、彼らの特徴であるですね、はい、スペースがあったらドリブルでどんどん仕掛けてくるというそういうサッカーに少しずつ変わってですね、そしてやはりミドルロングレンジからですねどんどんシュートを狙ってくるというのが、まあ、一つの特徴でもありましたね、日本のですね前半の出来、これはどうご覧になりました、はい、まあ、やはり開始4分で、素晴らしいサイドからのね、クロスが入り、はい、そして本山くんが逆サイドから詰めるということで本当にいい先制点が取れましたので、はい、流れそのものは非常に日本が西八分取ってたと思うんですよね、はい、ただ先ほども触れましたけれどもね、やはり日本がこの2点を守ろうという気になりますとそこで落とし穴が出てくる。そうですね、ですから、まあ、逆に試合をうまく運ぶということを考えますと、例えば前線から高原君永井君がですねやたらめったら深追いするようなディフェンスをすることじゃなくて、はい、1回組織をしっかり作ってですね、そして相手が当然1点を取りに来るそのボールを奪って効率的なカウンターを仕掛けていくというね、そういうサッカーに変えられればさらに良くなると思うんですね。そうしますとね、当然日本としては選手交代なども後半考えていくこともありますね、はい、そうですね、まあ、当然メキシコも後半からメンバー交代考えていくと思いますけれども、日本もですね、まあ、逆に言えば先手を打つ必要はないと思うんですね。メキシコがどう動いてくるかということによって日本がそれに対してじゃあどういうふうに、それをさらに
引っかき回していこうかと、あるいはその追加点に結びつけていこうかというようなことを考えていけばいいと思いますね。まあ、まあなんといってもメキシコはどうやって点を取りに行くかということで言いますと、まあ、選手交代という意味ではそのドリブルということでは14番をつけた、あの前のアルゼンチン戦にも出てましたけれども、はい、フォワードのですね、エドワルド・ロドリゲスという選手がいるんですけれども、はいはい、この選手あたりの起用も当然考えてくると思います、だと思いますね。彼はやはり非常にあのドリブル力がありましてね、はい、相手スペースを見つけるとどんどんドリブルでこう入ってきてですね、そして、ロングでシュートも狙えるという、まあ、本当にあの力強い幅のあるプレイヤーですから、まあ、そういった選手を投入して日本に対して混乱させていくような、まあ、そういうことも考えられると思います ね。そうしますとそういう選手が出てきたときに日本がそれに対応するような選手交代がまだあるかもしれない。そうですね、はい、当然あと体力の消耗もあるでしょうし、あの前線からフォワードの高原や永井もですね、はい、かなりプレッシャーをかけてましたので、はい、まあ、この辺のところを考えてきますと、あるいはですねこれまで出てきたバンドであるとか、はい、あるいは怪我をして、まあ、治りつつある稲本と、はい、いったところの起用。そうですね、もうこの試合はですね、本当にあの日本チーム総合力をかけて戦うということをしないとですね乗り切れないと思いますし、まあ、このまんまメキシコが引き下がるとも思いませんから、そういう意味では後半本当にあの日本はですねこのいろんな遠征の疲労ですとか、それからこの暑い過酷な条件下での試合というもののね、そういうものがあの後半になってどんどん足かせになってくるでしょうから、ここを逆にどうしのんでいくかっていうのが非常にポイントだと思いますね。気温が試合が始まる前にはですね33度、湿度がですね 80% とも 90% とも実は言われている、はい、ただですね山本雅邦コーチはですね、選手はですね直射日光がないんでかなりやりやすいんじゃないかという話をしていました。まあ、ただね決勝トーナメントの初戦にポルトガルとあんだけの激戦をしたんですからね、その疲れが本当に残ってないって言ったら嘘になると思うんですよね。それから中2日、はい、しかも一昨日はですねバスに揺られ、また飛行機に乗ってさらにまたバスに乗ると10時間近い移動をしてバウチからこのイバダンに乗り込んできました日本です。日本が3大会連続の準々決勝、そして初のベスト4、準決勝を目指してのこのメキシコ戦です。日本のメンバーにこの後半に入ってからは交代がありません。ゴールキーパーにレイソルの南、そしてディフェンスにはフリューゲルスからサンガに移った手島、辻本、アントラーズの中田、ジェフの酒井、サンガの遠藤、アントラーズの本山、アントラーズの小笠原、レッズの小野、ツートップはジュビロの高原に、レッズからカールスルーへに期限付き移籍をしている永井というメンバー。日本はこの後半にかけてはメンバーを変えてきませんでした。ですから加藤さんがおっしゃったように、当然相手のまたメンバーを見てということになりますが、さあ、加藤さん、はい、やはりこのメキシコはですね14番のエドワルド・ロドリゲスをこれ使ってきましたよ、はい、まあ、やはりあのアルゼンチン戦のですね再現ということを当然狙っていると思いますね。メキシコの選手が変わったのが13番のルイス・ゴンサレスと、ね、そしてあの14番の今エドワルド・ロドリゲスが入りましたね。17番のマルガリート・ゴンサレスが交代ですね、はい、交代ですね、はい、ということはこれあのメキシコは前のアルゼンチン戦でもそうでしたけれども3バックをですね、はい、4バックにしてくるというふうなことが考えられると思います。メキシコは2人目の選手交代がありました。そして後半です。日本が2点をリードしての後半のスタートです。まあ、こうやって見ていましてもセンターバック2人、そして右のサイドバックと左のサイドバックと4人のバックスに変えてきたメキシコ。日本は小笠原、10番のフアン・ロドリゲス、ボールキープ力がありますがこれはメキシコボールになります。メキシコが急いできます。右サイドバックに入ったメンデス、よく本山が潰しています。小野から
そして右の酒井を使ってきます。放り込んできて高原、18番のレイノスがセンターバックになります。コーナーになります。日本ボールのコーナーキックです。日本はこうした後半はセットプレーは加藤さん大事にしたいですね。そうですね、今出たのは本山にダイブのプレーの時に本山にイエローカードが出たということです。ショートコーナーを使ってきます小笠原。かなりディフェンスも激しくなってきますメキシコ。日本がいい形でボールを掴んだ、スルーパスを出て高原が切り返す、シュートはと切り返してしまいましたけどもね、はいはい、今小野君がやはりよく見てましたね。そしてまた前線からプレッシャーをかけて日本がいい位置でボールを使いましたね、はい、そうですね。このコーナーをものにしたいですね。日本ボールのコーナーキックは小野が蹴りに行きます。184センチの永井が近いサイド、おそらく高原が遠いサイドに入ってきて狙ってくる。おっとまたショートを使ってきた、もう一回小野に返してくる、遠いサイドヘディングを行った、シュート、酒井のシュート、惜しかったですね。辻本君ですかね。辻本ですか、はい、よくあの遠いサイドへ走り込みましたよね。今のも一つ日本のコーナーキックの中では練習したプレーだと思いますけれども、それからこの後半の立ち上がり日本がかなり前の方からプレッシャーをかけてきますよね。そうですね。ここでも高原行きます。これリードしても日本がですね、決してこのディフェンスは緩めないぞという気持ちの表れもあるんでしょうか、はい、そうですね。酒井です。11番のオソルノ、おっと足を引っ掛けて倒してしまった、メキシコボールのフリーキックになります。日本のゴールに近いところでメキシコボールのフリーキックになります。この左の5番のモラーレスは非常に左サイドからの突破力のある選手です。しかも左利きですので、この位置からのフリーキックになります。南が出てくる、高原が戻ってディフェンスしています。まあ、当然セットプレーの中で身長の高い高原が戻ってきていました。その高原、メキシコボールになった、かわして、まだ行く、シュートがうんと決まった、危なかったですね。はい、よく集中してましたね。今あの辻本君だと思うんですけどね。右サイドからまたあのルイス・ゴンサレスが出てきたんですよね、はいはい、最後はナバのシュート、日本ヒヤッとしましたが、しかし今大会の南は非常に光ってますよね。そうですね、もう本当に試合をやるごとにこう安定感を増していくという、そういう感じですね。日本のファールです。メキシコボールのフリーキックになります。後半は間もなく5分になります。日本またプレッシャーをかけてきますが、まあ、これ後半も立ち上がり5分かあるいは10分ぐらいか、まあ、当然これ時間の制限があるプレッシャーだと加藤さん思いますけどね。そうですね。まあ、気温が30度を超える中で2週間でこれが5試合目になります。まあ、当然体力的にこの後半というのは、まあ、これまでの試合を見ても日本は加藤さんやはり運動量が落ちてきますよね。そうですね、まあ非常に積極的にですね、あのディフェンスラインも押し上げをして運動量が本当に多くなってますからね。長いです。本山はこのドリブル突破が得意、ここはマスコロに呼ばれていました。2番の面ですから、もう1回マスコロ、
放り込んでくる。7番のフォワードのナバ、ナバがキープする。つくのは福島、日本ボールです、はい、いい対応ですよね。ナバのファールです。日本ボールです。京都パープルサンガの手島が、まあ、このセンターバックディフェンスの3人の中央をよく守っています。あの初戦のカメルーン戦では中央を高さにやられたということがありましたけれども、はい、それからよくディフェンスは修正してきましたよね。そうですね、あの本当にディフェンスとゴールキーパーのコンビネーションも良くなってますし、まあ、そういう意味じゃこの試合この大会でですね非常に自信をつけていってるんじゃないでしょうかね。今日2点目はこのキャプテンの小野、今大会2得点目。ナバが引いています。メキシコは2トップ右にナバ左にオソルノ、ホアン・ロドリゲスがその後ろにいます。ナバスピードがあります。13番のルイス・ゴンサレスは要注意。10番のホアン・ロドリゲス、もう一回ナバ、これは後ろから行ってしまったか。小笠原、小笠原にこれイエローカードですか。そうですね、あイエローですね、はい、小笠原イエローカード、小笠原のイエローカードは今大会初めてです。しかし日本もですねこの試合に勝ちますと準決勝があって、そしてその後これ勝ったら決勝に行きますし、敗れても3位決定戦がありますので、はい、残り試合がありますのでイエローカードは要注意になりますね。そうですね、そしてこういったセットプレーも要注意ですね。南のディフェンスの壁に対する指示が聞こえてきました。ここはメキシコを直接狙ってきそうです。低いボールだ、壁がこれジャンプしたその下を加藤さん狙ってきたんですね、はい、最後はこの5番の左利きのモラーレスです、はい、あ今情報では左のサイド、左のウィングバックあるいはサイドバックの石川がユニフォームに着替えて準備しています。あこの人です。このチーム唯一の大学生、筑波大学に在学しています。今石川が準備しています。加藤さん、これ誰と変えてきますか。そうですね、まあ、永井君を変えてワン、あの高原君のワントップ気味にして本山君を中にするということも考えられますよね。今までそうした交代がありましたよね、はい、11番のオソルノ、オフサイドでしょうか。あここで選手の交代を認めるんでしょうか。あ先ほどのオフサイドです。いや、本山に変えてです。先制点の本山に変えて、まあ、同じポジションの石川を入れてくる。加藤さん、はい、これまでの本山は悪いプレーは悪くはないですね。ですから、スパイクされた時の足の怪我なのか、あるいはイエローカードをもらったことによる、そういったことによる、まあ、ケアですね。そうですね、はい、イエローカードを1枚受けているその本山を変えてきました。中から入ったこの14番のロドリゲス、要注意、スルーパスが入ってくる。南がまた出ています。石川はその本山と同じポジションに入っています。3バックから4バックにこの後半変えてきたメキシコ、それだけ攻撃的に前がかりに来てきます。5番のモラーレス、メキシコはまたこの前半と同じように後半もやはりディフェンスラインの裏裏を狙ってきます。後半はまだ10分です。
れたボールはメキシコの方の選手がよく反応しています。長井が走る。長井を走らせました。日本は一人選手を交代してきました。オフサイドです。オフサイドですね、戻りオフサイドというようなことを主審が示してましたけどね、はいはい。まあ、ちょっと今気になるのはですね、まあ、メキシコも非常に今なかなかあのパスがつながらなくてイラついてはいるんですが、まあ、こういった攻撃によってちょっとあの前線の選手と最終あのディフェンスのですね選手の距離が開いてきてるんですよね。その中盤を今度ドリブルでかき回されないかというところはちょっと心配ですね。まあ、メキシコとしてもですねロングボールを放り込んでくるというのはそうした狙いがあるのかもしれないですね、はい。まあ、確かにやや中盤に人がこうばらけてくるような感じがあります。小笠原、小野が行きます。10番のホアン・ロドリゲスに対するファールです。メキシコボールのフリーキックになります。日本がここはボールを取っています。逆サイドに振る。ややメキシコのボールキープが非常に長くなって日本としてはこうやや受け身になっているようなところが加藤さんありませんか。そうですね、まあ、試合展開自体はそういうふうに今押し込まれてますからね。打ってきた。10番のホアン・ロドリゲスのシュート。まあ、あの位置からでも積極的にメキシコはもうシュートシュートを狙ってきます。今大会2得点を挙げているこのホアン・ロドリゲス、前のあのアルゼンチン戦でもスターティングメンバーは外れましたが途中で出場してドリブルから20メートルの左足のミドルシュートを見せていました。モラーレスから前にナバがいますが、ここはよく日本のディフェンスがオーターしています。こういうことが一つメキシコの特徴ですね。それにあの溜まりきれずファールを犯してしまったりするとピンチが広がりますよね、はい。特に日本はリードしていますのでレフェリーの厳しい判定がありますし、イエローをもらっている選手があと小笠原と遠藤がいますので2枚目のこの警告にも注意したいですね。そうですね。それと当然ペナルティーエリアの中に入りますと2対0とリードしている日本にとっては逆にレフェリーにとっては PK が取りやすくなりますよね、はい。まあ、ですから当然あのエリア近くになった時のファールには日本気をつけなければいけません。小笠原、かなり小笠原が引いていることが分かります。中盤が空いています。日本かなり引いています。ルイス・ゴンサレスのドリブルから11番のオソルノのスルーパス。日本のディフェンスラインが加藤さんどんどんこう押し込まれているように見えるんですが、そうですね、特にあの中盤のですね、あの小野君あるいは遠藤君この辺も後ろへちょっと押し下げられてるんですよね、まあ、それに従ってトップの永井や高原もですねこの右のエンドにかなりこう押し込められているような、はい、そんな感じがありますね。中盤の遠藤もかなり引いています。小笠原から高原に当てて右サイドの酒井、逆サイドを呼んでいます。ただここにはメキシコのプレッシャーがかかってきます。メキシコもそれから加藤さんの指摘していたドリブルが多くなってきましたよね。そうですね。まもなく後半の15分になります。まあ、リードしている日本にとっては後半まだ残りは30分あります。長い長い30分になります。中央のディフェンスは日本は辻本、手嶋、中田といったところが守っています。ただそのラインの裏側を狙ってくるメキシコ、ゴールキーパーの南が何かこう選手に落ち着かせるようにややここで攻撃をスローダウンさせています。まあ、ですからこの時間帯ですね、日本としては足が止まりかけてくるというところはね、いつもこの時間帯からですね、はい、日本の動き足がややこう止まってくるんですよね、はい。右サイドの面ですから
またこの右サイド、まあ、両サイドのスペースをうまく使おうとしてきます。加藤さん、日本は2点をリードしていますけれども、考え方の中で3点目を取りに行って勝ちをですね引きつけていくのか、はい、中に放り込んできた。ただやはりノーリスクですよね。無理してその攻撃的にバランスを崩すというよりは守備でやはりあのバランス崩さないことが大事ですね。高原が行きます。フォワードの運動量もかなり増えてくる。こうやってこの14番のドリブルが突破得意の選手に攻められてくる。よくここで捉えました日本。小笠原、日本のボールキープする時間が非常に少なくなっている変わった石川。ここに永井です。それから今情報では日本はベルマーレ平塚の高田が準備しているという情報です。バンドという手もあったと思うんですけれども、ここでまだ今大会1試合しか出ていない高田をどうも使ってきそうになりました日本。石川です。出てくる。高原がいる。キーパーのミスだった。高原シュートを打った。これは外ですね。外です、はい、いやこの画面を見てるだけではなかなか判断できませんでしたけれども、外です。素晴らしい、そこからのですね小野君のボールだと思うんですけども、完璧にキーパーと一対一になりましたね。日本は決定的な3点目のチャンスを外しました。ここでどうやら永井に変えてベルマーレ平塚の高田を起用するようです。日本ここで永井に代わって高田起用。これ当然高原とこれで高田のツートップになると思いますけれども、はい、加藤さん、この交代の意図は。そうですね、やはりちょっと永井君がですねコンディショニングあまり良くなくてですね、ちょっと疲れの色というのは非常によく見えてるんで、まあ、その辺だと思いますね。また逆にメキシコのカウンターを切っています。これはシュートではなかったと思うんですけれども、まあ、それとあと高田君は高さがまあるプレイヤーで、永井君がいなくなることによってある程度こう高さをこうキープするというか維持するということで、今日のおそらくこのメキシコのディフェンスライン の突破の狙いというのは逆サイドで高さで勝つということなんじゃないかなというふうに思いますね。これ先ほどのキーパーと1対1をジュビロの高原が外してしまった場面です。ここでファウル。まあ、どうしてもこういったドリブルでですね、間こう入ってこられてそれを保てなくてこうファウルしてしまうというね、その辺のところですね。メンです。中に入ってくる選手です。いいディフェンスしましたね。これが変わったばかりの高田だと思いますけど、ね、はい、いや非常にいいプレーですよ。自陣に戻って守備をして、そしてこう前線へ、まあ、スペースにドリブルで入ってきましたよね。高田はあとスピードがありますので、はい、まあ、今のようにドリブルで持ってきて逆にカウンターのその攻撃もできるわけですよね。そうですね、まあ、今のような形で時間を前線で作ってあげることによって後方からの押し上げというのもできますよね。今トルシエ監督が今日の主審のデンマークのラーセンさんに何か言ってましたけれども、これ結局18番のレイノスにイエローカードが出たようです。日本は2人目の交代はベルマーレの高田でした。高田と高原のスートップに変わっている日本です。まもなく後半の20分になります。レイノスにイエローカードが出ています。まあもうメキシコの残り時間から見てもイエローカードは受けることは覚悟の上でもですね、日本にボールを奪おうという動きがこれあるでしょうね。そうですね、やはり次の1点をメキシコとしては絶対取りたいということですよね。はい、日本のディフェンスがやや引いています。中盤が空いています。その中盤にこうやってドリブルで入ってこられます。よく日本がボールを取りました。ここからカウンターで高田が行きます。そして小野、もう一回小野、無理はせずに下げます。
結局メキシコボールのスローインと変わります。あ、ここは日本の小野がよく取りました。高原が行く。先ほどはその高原が倒されて日本ボールのフリーキックです。まあ、こうやってね、あの高原君も積極的にゴール方向へ向かって突破を図る、それをファールで止める、時間をかける、ディフェンスラインを上げられるというね、こういうことがやっぱりこの流れを取り戻すという意味では非常に重要ですよね。もうメキシコとしてはこれファール角度いきますからね、はい、日本ボールのフリーキックはもう始まっています。高原こぼれています。小野です。後ろからシュートがあった。日本のシュート、小笠原君ですかね。あの思い切ったいいプレーだと思いますね。後半の21分を回っています。日本が2対0とリードしています。メキシコが急ぎます。変わった高田から左の石川には届かなかった。日本がプレッシャーかけてきます。まだこの時間帯でも日本はプレッシャーをかけられる体力が残っています。途中から入った石川、小笠原が応対しています。モラーレスが中にかなり入ってきます。11番の2点を取っているオソルノ、オソルノにこの位置でプレーさせていれば日本はまだ安全です。あっと高田のファウルです。放り込んできたトラード、これはミスキックになってしまいました。日本はかなり小野が引いています。この位置からボールを出してきます。中に入れて小笠原、もう一回小野、かなり日本が引いています。モラーレスからまた放り込んでくる。いや加藤さん、どん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 メキシコ放り込んできますね。そうですね、まあ、今小野くんがだいぶディフェンスに引っ張られてるんですけどもね、石川も下がっています。打ってきました。狙ってきました、まあ、今13番の、ルイス・ゴンサレス、はい、まあ、彼なんかはやっぱりこういうシュートをいつも狙ってますよね。あのメキシコはルイス・ゴンサレスとホアン・ロドリゲスが共にですね、10番と14番の選手ですけれども、右サイドからの攻撃を得意とする選手なんですね、はい。まあ、ですから小野がそのサイド、左サイドのディフェンスに回るというケースが非常に多くなっているんだと思いますが、あ、ここで選手が変わります。9番のホアンドロ・メンドーサが入ってきます。あ、ディフェンスのこれデイトスを下げてきましたね。3人目のメキシコ交代です。早くもここで3人目の交代をメキシコが使ってきました。そして加藤さん、またディフェンスの選手をこれ下げてきたんですね、はい、ちょっと3トップ気味にしてくるかもしれませんね。さあメキシコが点を取り、まあ、本格的に守りよりも攻撃に来ました。フォワードの選手を入れてディフェンスの選手を出しています。かなりボールへの寄せが早くなってきます。アドバンテージを見ました。高原です。小笠原、酒井、ちょっと不用意に下げるとメキシコの激しいプレッシャーがかかってきます。日本ボールです。スローイン、加藤さん、日本の選手の運動量はどうでしょう。そうですね、先ほどの、ね、高田君や高田君のようなこう積極的な前線での引っ張りというのが、ね、あるとディフェンスは非常にこ うまく呼吸を整えられるというんですかね、そういうことができるんですけどね。日本ボールのフリーキックです。左利きの石川が蹴ってきます。まあ、
石川はこのフリーキックからの得点がありましたけれども、これは距離がありすぎます。お点を落とした。日本は2人選手を入れ替えてきています。7番のナバ、恐るのパス。これは7番のナバとうまく日本にとっては合いませんでした。どうでしょう、メキシコは入れてきた9番のメンドーサ、このメンドーサを加藤さんどこのポジションに、右サイドの方に置いてますね。あーはー、やはりこれ3トップに置いていいんでしょうかね。いや3トップに、日本の3バック、そしてあの両サイドのウィングバックを押し込めようということですよね。キャプテンのマスコロ、あっと合わない。メキシコの選手も当然日本と同じようにですね、体力の消耗もありますし、この時間帯に入ってきましたので焦りも当然出てきます。メキシコのデルムーロ監督、どうしてもこの後半はメキシコのボールキープが多くなります。から入った高田がまだ元気ですからプレッシャーかけてきました。遠藤がついています。ここは抜いてくる、ボールキックです。ああしてやや空いてきた中盤のところにドリブルが入ってくる、これがまあメキシコのとしては一つの狙いだと思いますけれども。そうですね、まあ、ただ今はファールを犯さずにですね、はい、あの辻本君も冷静に対応してましたしね、まあ、こういうことが続けば、いいと思いますね。まだこの2点というのは日本の守るディフェンスにとっても、まあ、心強いものがあるでしょうね。そうですね、ですからもうあとこの5分ぐらいですね、35分ぐらいになるまでどうやってこういった自分たちでですねリズムをこうしっかり掴んでいくかというのが大事ですね。ボールキープは完全にこの後半はメキシコ、ただうまくそのメキシコのボールにプレッシャーをかけて日本はいます。ディフェンスラインもそのロングボールに合わせないで、あまりこう下がらないで高い位置をキープするということがこれまでのところはできてますよね。そうですね、そういう駆け引きですよね、駆け引きの手を緩めてはいけないですね。ナバ、スピードがあります。ナバ、坂井、ただ前半に比べますと右のサイドの坂井がほとんど上がることがありませんし、変わった石川も攻撃力が持ち始め選手なんですが、ほとんどこれ上がりませんよね。そうですね、もうそのポジションに選手が入ってますからね。ですから見ていますと日本は5バックに近い形にはなっています。しかしラインがこうやって上げていますのでオフサイドを取ることができます。まあ、今は集中本当によく続いてますよね。まあ、5人最終ラインにはいますけれども、しかしその5人が高い位置があればですね、はい、両サイドのスペースも埋めることができますし、オフサイドも取ることができるわけですね。はい、それと中盤のスペースを作り出さないということですよね。そしてこぼれたカウンターはこの元気な高田が狙うと形になってきます。さあ間もなく後半の30分になります。日本残りあと15分、2点をリードしている日本。アドバンテージを見た後、このスルーパスが高原に通ってくる。ですね、日本、はい、3点目決定的なチャンスでしたが戻しました。もう今小笠原君が自分一人でですねうまくパスを外へ出して高原君とのコンビネーションプレーでしたけどね。
最後ね、はい、高田君でしたね。ゴールキーパー正面行ってしまいましたね。高田もベルマーレ平塚でようやく今シーズン J リーグ初ゴールを挙げた選手です。小野が倒されています。今日かなりこの小野は引いた位置でプレーしてますよね。そうですね、まあ、遠藤君の一人ディフェンシブハー、ミッドフィルダーという感じでしたけれども、今小野君が非常に守備的な位置へ入ってきてますよね。これ直接狙ったんでしょうか。狙ったと思いますね。まあ、しかしこの後半に入ってから、これ前半の半ば過ぎからもそうでしたけれども、メキシコのシュートの嵐がですね飛んできます。ただこの決定的に日本のディフェンスラインをですね、はい、崩してのシュートというのは本当に少ないんですよね。そうですね、そういう意味じゃ本当に今日もディフェンスはよくライン統率取れてますよね。よく選手はディフェンスの選手が言ってますけれども、ミドルシュートはこれ打たれても別にそんなに怖くないんだという話をしていますよね、はい、ゴールまで枠までの距離があればそれは打たれても構わないと。ですからミドルシュートはそれだけ確率が低いわけですから。石川です。あ、石川がこの試合に入ってからあまり上がっていませんでしたが、ようやく上がってきます。高ちゃんと日本のディフェンスラインは統率が取れていました。ルイス・ゴンサレス、こうやって空いた中盤にはドリブルが入ってきます。遠藤、あと遠藤が倒したか。いや、いい対応しましたね、遠藤君ね。トワン・ロドリゲスのファールです。日本ボールのフリーキックです。かなりこれ加藤さん、メキシコの選手にも焦りが見られますよね。そうですね。あ、小野がちょっと脇腹を今押さえていました。日本ボールのスローインです。後半が33分で回っています。日本2点をリードしています。あ、こういう逆襲を気をつけなきゃいけないですね。これが途中から入った9番のメンドーサ。日本ボールです。途中から入った筑波大学の石川です。左サイドのスペシャリスト。アドバンテージです。一局日本ボールのフリーキックになります。まあ、この辺で時間をまあ使うということもね、ボールを動かしながらゲームに入りながら使うということをしていかないと、時間の浪費ということでやはり無用なイエローカードを出される可能性ありますよね。特に小野などはもう前の決勝トーナメント1回戦のポルトガル戦にイエローカードを受けています。石川掘り込んできて、あっとキーパー落としている、落としてシュートを打った。あっとこぼれ球があったんですが、勝負ができませんでした。今味方同士だったのでね、ファウルじゃなかったわけですよね。最後はまた高田のシュートだと思います。南が出ています。ここでキーパーがボールを弾いた、シュートを狙ってきた。結局このシュートを枠に収めることはできませんでしたけれども、まあ、日本はこうしたセットプレーからの攻撃というのは大きな追加点のチャンスになってきます。さあ、間もなく残り10分になります。中盤ちょっと空いた、これも狙ってきた。狙っていましたね。ルイス・ゴンサレス、ルイス・ゴンサレスは明日シュートが一つ持ち味になっています。もうこの大会は守備的なミッドフィルダー、中盤の後ろの方からゴールを狙ってきて2得点を挙げている選手です。ですからゴールキーパーがですね、ディフェンスラインの背後のスペースということと、自分の立っている位置からゴールへ向かってのスペース、これ両方をね、こう意識を置いて、ま、プレーしているということが言えますよね。高原、キャプテンのマスコロータイ、6番のトラブルいきます。
遠藤、こちらのサイドには石川上がってきた。左足でのクロスが得意な選手。もう一回高原、14番の途中から入ったエドワルド・ロドリゲスが大谷に当たっています。日本ボールになります。この後半は高原が右サイドのスペースに流れている時間が多くなっています。日本ボールのフリーキックになります。長澤らからやや狙いがはっきりとしませんでしたが、ゴールキックと変わっています。ベスト4をかけての準々決勝、日本は3大会連続の準々決勝になります。これまで2大会はこのベスト8の壁が破れなかった日本。ファウルなし。またロングボールで裏を狙ってくる。日本要注意。よく捉えた。7番の酒井です。日本は押し込んで攻撃した後、あのカウンターのボールも非常にこれ注意が必要ですね。そうですね、はい。まあ、ただよく声を出してですね、非常に今は集中してやってますし、まあ、この今日のこの試合の、ね、最後のもう10分弱ですけれども、最大の集中を持ってこう試合を運びたいですね。その後の集中は日本は闘争が取れていますが、ここは日本ボールになります。イエローカードが出ました。高田を倒してイエローカード。これは6番のトラード。イエローカードがメキシコに出ています。まあ、これ高田を途中で起用した意図が、まあ、現れたようなプレーではありましたね。そうですね、はい。まあ、逆にメキシコの方はたまらずファールを犯すようになってますからね。はい。ただこのボールはメキシコボール。途中から入った9番の面倒さ、いい中盤でプレッシャーがかけて攻撃を遅らせました。日本ここは空いてしまいましたが、右サイド途中から入った面倒さ、面倒さ、まだある。日本危ない。ペナルティーエリアに入っています。あ、よくここは守りました。日本小野がここでロングボールを放り込む。戻っていたのはトラード。まもなく後半の40分になります。先ほどのプレーでトラードにイエローカードが出ています。あ、日本3人目の交代を用意しています。バンド、あは、加藤さん、はい、バンド、これフォワード同士ということですと高原になってくるんですか。そうですね、まあ、休ませるという意味合いもあるかもしれませんね。次の試合を考えてですか。はい。それとやはりバンド君はあの運動量非常に多い、まあ、機動力のあるプレイヤーですから、そういう意味では前線で動き回ってですね、あの守備にも、そしてあの攻撃の球の引き出しにも貢献できるということだと思いますね。坂井、おっと後ろから坂井を引っ張りました。メキシコの選手に焦りの色が見えます。日本はその選手の焦りをうまく捉えなければいけません。ここで交代を認めています。高原に変えてやはりバンド投入。ガンバ大阪のバンドを投入します。先ほどのプレーで14番のエドワルド・モドリゲスにイエローカードが出ています。高原に変えてここでバンド。ですから高田とバンドでメキシコの前線からプレッシャーをかけてくる、はい、そしてもしボールを奪った時には2人のスピードを使ってカウンターで攻めるといったことがどうもトルシエ監督の頭にあるようです。まあ、あのこの決勝トーナメント入ってからね、バンド君の出場時間というのはまだ、まだ短いと思うんですが、非常に彼コンディションいい、あの
好調さを維持していると思うんですよね、はい、さあ残りが5分を切ってきました。3大会連続の準々決勝、これまで2大会はこの壁を破ることができませんでした日本。おっと、ここはコーナーキックになります。さあ残りが手元の時計では4分を切ってきました、まあ、こういう時間帯はこういったコーナーキックとかですね、あのふっとこう気が緩みますのでね、ここでもう再チェックしてほしいですね。蹴るのはモラーレスの左足ですから、ゴールから逃げてくるボールになりますが、ヘディング入ってきた、今は際どかったですね。3番のヘディングシュート、おー、やはりちょっとゾーンなんですよね、人を見てないっていうところがあってですね、ああいう形でフリーにこうなってしまうんですね。今その後ろにいる選手ですけれども、マスコルが入ってきて抜けてましたよね、はい、そうなんですね。もう少しあのタイトに人を捕まえるようなことをした方がいいと思うんですけどね。メキシコはマスコルのヘディングシュートがありました。こうなりますとこの時間帯では日本としてはなんとかうまく時間を使いたい、はい、やはりね、もう本当に次につながるゲームということを考えてもですね、ここきちっとやはり終わらせないとですね、いけないと思うんですよね。つまりもう日本は2点をリードしてますので、勝つだけではなくてここは無失点で勝ってほしいということになるわけですね。この前線の選手の運動量も見てますか、とかかなり落ちてきましたね。そうですね。これ放り込んできますが、ここまで追いつく選手はいません、はい、まあ、やはりメキシコもですね、ドリブル主体のサッカーをしてますんで、今日あのこのピッチ見てますとね、非常に芝が、まあ、あの生え揃っていいピッチだと思うんですが、こういう芝の長いような感じのピッチというのもメキシコ選手にとってはちょっと足かせになっているのかもしれませんね。日本にとっては逆にこの芝が良かったんでしょうか、はい、まあ、非常にあのボールコントロールやパスがね、こうボールがですね跳ねて扱いづらいということはないですけどね。さあここで日本ボールのフリーキックになります。倒されたのは高田、はい、石川君あたりがまた俺に蹴らせろと来ますかね。ちょうどこの位置からですからね。おっと、パスを出してきた、シュートになってきた、あー、いいシュートでしたね。坂井ですか。そうですね、まあ、ふっと小野くんがね、横へ出して、まあ、そして思い切って狙ってきましたね、はい、これ枠にも移動サイドのあのクロスバーと入ってますよね。日本ボールのコーナーキックになります。小笠原が蹴ってきます。時間をうまく使いながら、はい、日本としてはシュートでこうしたセットプレーも終わりたいところです。ただあまり時間をかけすぎますと警告の対象になります。流してきた、浮かして石川待ってる、もう一回下げて小野、石川は左足でクロスが得意ですが中に入れてくる、ペナルティーの中、バンド、惜しかったですね。ロングボールでメキシコは点を取りに行きます。さあ間もなくロスタイムに入ってきます。日本のベスト4が近づいてきます。メキシコの選手にもスプレーが見えます。中から入った高田、あ、ロスタイム3分、まだ3分あります。ロスタイム日本ボールになります。これまで2大会の実績の上に積み上げられてきたこの3回目の準々決勝ベスト8、日本は初のベスト4にあと残り3分を切っています。
小野から、かなりメキシコの選手の運動量も落ちてきた。日本としてはこういったところで無失点に抑えるということが一つ次の準決勝に向けては弾みになってきます。下げさせます。加藤さん、日本いいですね。いいですね、ディフェンスの集中が切れていません。遠藤からこちらにバンドですね、いいプレーですね。途中から入ったバンド、ここはうまく時間を使ってきますが、メキシコボールのこれはスローになってきます。では日本ボールです。ロスタイムの掲示では3分ありました。まあ、2点をさっとありながらもですね、やはりあの高田君にしても今のバンド君にしても確実にキープするというそういう意識が非常に働いてますよね。はい、大所になったらやはり守備の切り替えですね。これもまあ日本のサッカーが積み上げてきた国際経験の上でですね、はい、まあ、こうしたことができるようになってきたわけですよね。ですね。20歳以下の選手によるワールドカップ世界ユース選手権準々決勝です。日本初のベスト4に掲示のロスタイムでは残りあと1分切っています。またバンド、後ろから小野、しながらもシュートを狙ってきました上沢原。まあ、やはりチャンスがあったらね、こういうふうにやはり貪欲にシュートを狙っていくということですよね。まあ、これの高い技術、そして個人のその戦術的な判断、まあ、本当に頼もしいですよね。手元の時計ではロスタイムの間もなく3分が近づいて、あ、ここも試合終了。日本勝った。日本初めてのベスト4準決勝進出です。考えてみますとサッカーの世界レベルの大会でのベスト4はあの1968年のメキシコオリンピック以来、まあ、31年ぶりということになります。 FIFA 国際連盟の認めるこのサッカーの大会では各カテゴリー各年代の代表を通じて、まあ、日本は初めてのこのベスト4と、そうですね、いうことになりました。まあ、そしてこれがあの20歳以下の大会ということでね、この意味合いというのは非常に大きいですね。これまで2大会はベスト8で止まっていた。しかしその積み重ねの上に日本は初めてベスト4準決勝進出を決めています。あ、喜んだ。まあ、各選手の意識としては、あ、稲本が今怪我をしていた稲本が今出てきましたけれども、ようやくここから選手たちはスタートと見ている。はい、そのあたりの意識がこれまでの選手たちとは違うんだというふうに山本雅邦コーチは言っていましたけれども、いや、スタンドからこれお客さんが流れ込んできましたよ。いやいや、珍しい。日本が喜んでいた日本選手が慌てて戻ります。喜びの後にちょっと恐怖もあったでしょうか。情報によりますと、ナイジェリアの人たちというのは非常にサッカーを見ていて、より良いプレーをするとそのより良いプレーをしたチームの方を応援するそうですね。はい、そういうのは非常によく感じますね。やはり素晴らしいパスワークが出ると本当にあの歓声を上げてですね、まあ、応援してくれる、このようにあの日の丸を振ってくれるね、そういったサポーターがいますもんね。そしてこれまでの日本のプレーが大変良くてナイジェリアの人たちを非常に喜ばせた、日本のサッカーが好きだというナイジェリア人が非常に多かったということですが、その評価された部分というのは目の覚めるようなスピードが速くて組織されたプレーが非常に気持ちいいと現地の人は話していたそうですが、まあ、その喜びがですね、選手の喜びと一緒にですね、このスタジアムになだれ込んできたような感じがあります。日本メキシコを準々決勝に破って3度目にして初めてこの準々決勝ベスト8の壁を破って準決勝進出を決めています。
加藤さん、はい、本当に良かったですね。良かったですね、まあ、やはりこの準々決勝でね、はい、やはり2大会連続優勝を果たしたアルゼンチンを、うん、大勝したね、そのメキシコからやはりこう勝ち取ったという、そこにもまた非常にこう意味がありますよね。山本コーチの選手も歴史を作るんだというのを一つ合言葉にしていたようですが、本当にこれ歴史作りましたよ。そうですね、まあ、彼らは本当にアジアの中でも最もタレント揃いと言われた、まあ、一人一人の個人の技術があり戦術がありですね、まあ、そういった高いチームが、そしてこの大会を通して本当にチームの結束というのをこう高めていった、そういうのを非常に我々に見せてくれましたね。そうですね。